ビジャ・クレスポはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス自治市の中央部にある地区である。コムーナ15に属している。2001年の調査による人口は89,859人であり、人口密度は23,235人平方キロメートルである。中流階級住民が多い地区である。ブエノスアイレスで最も華やかなパレルモ地区のすぐ南西にあり、 ビジャクレスポ地区はパレルモクイーンズと呼ばれることがあるが、この正式な地区名称とは異なる野号が地区協会とブエノスアイレスのオンブズマンの歴史研究所の反発を引き起こした。紛らわしい広告の発行を認可されていた14の不動産業者に対して消費者競争法と公正取引法違反、さらに地区協会法や観光者保護法違反だとして、決議2549。 零七が発せられた。パレルモ地区はより高価な地区とされているため、パレルモ地区の一部であるかのような名称を用いることで、例えばより高額の賃料を請求することが許されると考えられていた。地区は1888年設立の国立化工場を中心に成長した。最初はサンベルナルド地区という名称であり、その後、 ブエノスアイレスのアントニオ・カイ・クレスポ市長にちなんで、現在の地区名に変更された。1894年4月11日、市民にベルナルド教会が開かれた。ビジャ・クレスポ地区にはいくつかの集合住宅があり、パローマ集合住宅が最も有名である。ビジャ・クレスポ地区は、伝統的にユダヤ人コミュニティと結びつけられている。 いくつかのシナゴーグやヘブライ語学校があり、若者運動が行われている。しかし、1930年代までユダヤ人のアルゼンチンへの移民は最小限に抑えられており、その年代までは農業植民や他の農村活動がほとんどだった。実際、ブエノスアイレスの他地区と同様に、ビジャクレスポ地区は異なる民族が混合して住んでいる。 1980年代までスカラブリーニオルティス通りは医療品商業の中心地だったが長年にわたって力強さを失っている2001年に公開された映画ボリビアはビジャ・クレスポ地区で撮影されたフワンビーフスト通りは大規模な洪水を防ぐために埋設されたマルドナード下水港の上を通っている歴史ある地区のサッカークラブは CA アトランタである。商業の中心地はまだスカラブリーにオルティス通りとコリエンティス通りの角であり、この2本の道路は地区の主要な交通手段でもある。ビジャ・クレスポ地区のムリージョ通り周辺には何県かの比較、医療品店が立地しており、バルネス通りには多くの自動車部品店が立地している一方、地区には相対的に公園や広場が欠けている。 ありがとうございます。